ご視聴ありがとうございます。なんちゃってギター大工マンです。今回は終着液の弾き方を解説します。左手で押さえるコードや右手の動きがよくわからない方は、基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。講座では歌いやすいキー、押さえやすいコードを最優先。そこで今回は3フレットにカポタスト。Aマイナーコードを軸に進めてまいります。これはオリジナルと同じ高さですから、弾き慣れてくれば、アーティストの音源に合わせてコラボ演奏を楽しむことができます。では、いつものようにコードチェックから、使うコードは全部で9種類。アルファベット順に見ていきましょう。Aマイナーコードは5弦がベース音、和音の要となる低音です。5弦から響かせましょう。A7 コードも同じく5弦から。C コードも5弦がベース音です。5弦から。D マイナーコードは4弦がベース音、4弦から。E コードは6弦がベース音、6弦から。E7 コードも6弦から。E サス4 はイントロで使います。6弦がベース音、6弦から。F メジャー7は4弦から下を響かせましょう。G コードは6弦がベース音、6弦から。コードチェックが済んだら次は右手の動き。今回はストロークです。図をご覧ください。左から右に時間が流れていきます。一番上が一番細い1弦、一番下が一番太い6弦です。青い線が前4本、後ろ4本。同じ配列で並んでいます。前半分をご覧ください。棒の位置は6本弦を鳴らすおおよその位置。スタート B の文字は各コードのベース音を弾くという意味です。弾く弦は1本ではなく、その周辺も含めて複数本鳴らします。例えば Aマイナーコードですと弾き始めはベース音5弦あたりを弾きます。次はイメージとして6本弦の真ん中。ここを弾いて次にイメージとしては次は再び真ん中。同じ要領で後ろ半分もベース音、真ん中、下、真ん中。これを通しで弾いてみると、ワン、ツー、ワン、ツーとなります。では少し難しいかもしれませんが、左手 Aマイナーコードを押さえて、このストローク練習をゆっくりご一緒しましょう。図の1、2、1、2、1セットを2回繰り返します。4カウントで入ります。1、2、3、4。1、2、1、2。もう一度。ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。ではメロディーラインへ入っていきましょう。序盤の2行、まず1行目のゆっくりお手本です。ではさらにゆっくりスピードでこの1行目ご一緒しましょう。4カウントで入ります。1、2、3、4。落ち葉の舞い散る電車場は悲しい女の吹き溜りだから。1行目が標準スピードに達すると、2行目、まずゆっくりお手本です。
ではゆっくりご一緒に4カウントで入ります。1、2、3、4。今日2行目が標準スピードに達すると、今日の人に明日の人に涙をして、となります。次の2行は序盤の2行とコード進行が全く同じです。ということで1行目から早速ご一緒しましょう。ゆっくり4カウントで入ります。1、2、3、4。続いて2行目。この行の最後からストロークを崩して引き下ろしばかりのジャン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 でサビ部分につないでいきます。まずゆっくりお手本を聞いてください。ゆっくりご一緒に4カウントで入ります。この2行が標準スピードに達すると、真冬に果し忘れたかの大きな荷物は重たかったのに、今日も一人明日も一人過去から逃げてくとなります。次の2行は今回のサビ部分、ストロークを変えて表現しましょう。図が変わります。ハートマークが4つ、うち最初の2拍でジャンジャカジャンジャカ、後ろ2つでジャカ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 。これを通しで弾いてみると、ジャンジャカジャンジャカ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 となります。ではまずお手本演奏を聞いてください。一度ではゆっくりご一緒に、今度は3カウントで入ります。1、2、3。一度1行目が標準スピードに達すると、次の2行目、最後の Am の部分でややパワーを落として元のストロークに近づけていきます。まずゆっくりお手本を聞いてください。愛と ではゆっくりご一緒に3カウントで入ります。1、2、3。愛と2行
14メガ標準スピードに達すると愛と そして最終の2行、こちらは序盤中盤とコード進行が同じです。ということで、2行一気に制覇を目指しましょう。まずゆっくりお手本です。ゆっくりご一緒に4カウントで入ります。 1,2,3,4。最終2行が標準スピードに達すると、今回の課題曲はいわゆるメロ線、歌詞より先にメロディーが生まれたそうです。作曲家浜圭介氏はまだ駆け出しだった当時、アメリカ修行のチャンスをつかんで現地で見聞を広げ、明日は帰国という日の夜、ホテルの窓から見たニューヨークの夜景からインスピレーションを得てメロディーをつかんだと言われています。それまでの昭和歌謡とは一味違う洗練されたメロディーライン、その成り立ちを知って弾き語りすれば味わいにも一層の深みが増すことでしょう。どうぞ果敢に挑戦なさってください。全体の弾き方解説は以上です。この後動画下概要欄よりリンク先へ進まれ、別冊付録終着駅なんちゃってお手本演奏をぜひご視聴ください。そして弾き慣れてくればコラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。